必要以上にでっかい女小泉梨沙と必要以上に小さい男大谷敦史、そんな2人を人は学園の阪神巨人と呼んでいる。ほんまこの2人お似合いやな。似合ってへんわ。息も合ってるし合ってへんし合ってる偶然や。あんたみたいにちょっと服とありや。選べる身分がデカ女。好きなんは認めるわけどな、私とあいつの身長差はこのフォーク一本分くらい。私にはめちゃめちゃでかい壁やねん。あんたから恋の匂いがするわ。このクラスの副担任を引き受けてくれることになった舞茸邦海先生だ。よろしくいサブ。私大谷が好きや。常連やめろや。小泉さんはいい子だ。でもこのまま放っておいたら誰かに持ってかれちゃうかもね。どうせドアのおちびちゃんや。この夏噂のキュンジリームービーが誕生する。ラブコン。キュンジにしそうや。